日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。本日はこちら、スーパーで買ってきたケーキ4種類を食べたいと思います。レアチーズタルト、ふわふわスフレチーズケーキホール、焼きクリームチーズタルト、そしてなんか釜の極みマルシェ、マルシェというだけあっていろんな種類のケーキが載ってますね。これが一番楽しみです。なので楽しみはあと2と言いたいところですが、いろんな味を楽しみたいので真っ先にいただいちゃいますね。それではちょっと待ってくださいね。ビニール開けます。で中は、あぶねあぶね、バーバー、ちょ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 、どこ行くどこ行く、あぶねあぶね、といっぱいいろんなケーキが載ってますね。どの味も美味しそうだ。ちょっと汚さないようにして、でもビニール取るの大変そうだな。なのでもうちょっとお行儀が悪いですか、手掴みでいっちゃいますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。チーズがいっぱいあるから今日はさっぱりといただけそうな品揃えね。いや、まあそう思って買ったんでしょうけど。ええ、さっぱりいただけそうだなと思って買いましたよ。だけど、このふわっと食感やちょっぴりホロホロと崩れていくというのは予想以上でした。ちょっとさっぱりだけじゃなく時には濃厚も味わえてさらに嬉しいですね。もっともっといろんなものを食べていきたい、そう思えるチーズケーキたちです。スーパーのケーキというのもなかなかに侮れませんね。これからはもっといろいろ探して食べてみようかな。さて具体的な詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べた釜の極みマルシェはほろ苦いチョコレートや甘いモンブランペースト、ちょっと酸味のあるリンゴなど様々な味を一度に楽しむことができておりますで美味しかったです。でその次に食べたこれの焼きクリームチーズタルトは焼いてあるので結構いわゆるベイクドチーズケーキに近い少し歯ごたえと香ばしさのあるチーズタルトでしたね。ただ後のレアチーズタルトの良かったのは生地がしっとり系なので食感が少し物足りなかった気がします。まあスーパーのチルド品だったらサクサクっていうのはやっぱり難しいのかな。でこの次に食べたこちらのふわふわスフレチーズケーキは本当にスフレチーズの生地がふわふわとした食感で口の中ですっと溶けていきます。でところどころに入っているレーズンの歯ごたえと甘酸っぱさが口の中でじゅわっと広がってまたそれも良かったです。でも、なんだろう、大阪に陸論おじさんのチーズケーキというのはでそれもレーズンが入ってるんですけど、またそれも食べてレビューしたいですねと思いながら食べてました。でなんで別のチーズケーキ持ってくれまた大阪駅行かないとな。でこちらのレアチーズタルト、こちらはさっぱりの中にも濃厚がある濃いめのレアチーズクリームがタルト生地のようにたっぷりのってます。ベイクドよりもチーズの味が強いのでよりチーズを感じたい場合はレアチーズがおすすめです。ですが自分が今回食べた中だとやはり食感もふわっシュッと溶けていって、ところどころにチーズだけではない甘酸っぱさも感じられたこちらのふわふわスフレチーズケーキが一番美味しかったです。今回の代表はこちらのふわふわスフレチーズケーキで5点とさせていただきますね。それでは蝶を見て朝を告げるや春の日の、確かに春は蝶が飛びますよね。というわけで今日はスーパーで買ったケーキをいろいろ食べてみました。あなたも気になったものがありましたらぜひ食べてみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。